吉田隼人騎手、調整ルームで暴れる、に対するみんなの反応。JRA は9日、吉田隼人騎手が4日の阪神競馬12レース騎乗後、調整ルーム居室の備品を損壊したと発表。2日間の騎乗停止処分が課せられた。備品損壊が判明したのは4日の午後5時過ぎ。洗面台の戸棚、テレビのリモコン、ゴミ箱が、明らかに偶発的ではない壊れ方をしていたのを清掃スタッフが発見。後日、騎手本人に確認したところ、事実を認めた。JRA によると、自身の騎乗を含めた様々な不満、苛立ちが抑えきれなかったといった内容を話したという。想像より大暴れしてて草、物ぶっ壊すのは良くないけど人とか馬に当たらないのは偉い。育ちがらみだろうな。育ちが川田に取られてしまったし、頑張ってる騎手なだけに、フラストレーションがたまるよねー。手や足に怪我をしていないといいね。片付けと新しいものの用意をしてくれる人がいることを忘れるなよ、隼人。育ち取り上げられて阪神12レース1倍台のが飛ばして切れたか。育ち下ろされてから明らかにメンタルやられてそうで心配よな。隼人も放牧に出そう。疲れが溜まってるんや。育ちと一緒に放牧されて頭を冷やそう。育ち関係でストレス溜まってたんだろうけど、大暴れする原因作ったのは阪神12レースのサメカツだろうな。しかもリモコンも壊すとかどれだけ暴れたんだよ。リモコンってちょっと叩きつけたぐらいじゃ簡単には壊れないぞあれ。サメ島に執拗に陰締められて、両者とも倒れだからな。そりゃイライラもしますわ。サメ島殴らなかったの偉いな。これはほんと意味わからんかったわ。手応えなかっただろうにずっと蓋してたし、結局7着。ベテランの間では足が残ってなかったら、有力馬に進路を譲るなどの配慮が、行われていると聞いたことがあるがまあ仕方ないか。足ないくせに断然人気を蓋するのはご法度だや。いやいや、結局抜け出せなかったのも実力だからな。サメ島巻き込まれてかわいそう。八つ当たりダメだし、壊したらダメだけど、それだけ本気で乗ってるってことだよね。隼人、去るな。人間万事塞翁が馬だよ。ま、そんな日もあるわな。それだけ仕事に必死なんだって俺は捉える。特に育ちはね、今波さんも引退で、結果出して花道作ってやりたかったんだろうなと、勝手に解釈。隼人いろいろ辛いんだろうけど、頑張ってほしい。またの歓喜の瞬間、俺は待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。